スピードウィーク、辺り一面潮の平原が続くこの場所で世界中のライダーが最速記録をかけて挑むスピードの祭典。過酷を極めるこのレースに、川崎の開発者とテストライダーからなるチーム三八は忍者 H2 と共に参戦しました。スーパーチャージドエンジン搭載の忍者 H2、 その圧倒的なパワーを試せる場所は世界で唯一ボンネビルだけだったと彼らは言います。このマシンの性能を目いっぱい引き出したかったんですよ。どこまでいけるのかチャレンジしてみたかったですね。楽しかったですね。飛び出すような加速とか音、振動、匂い、この忍者 H2 で加速するたび、初めて親父のオートバイの後ろに乗せてもらった時のような新鮮な感動があるんです。その速さは心まで加速させる。速さを追い求めたモーターサイクルが叶えたかった夢、それは見る人、乗る人、触れる人、全ての暮らしを輝きで満たすことでした。